世界遺産検定有資格者に聞く私の推し世界遺産1121分の1、シャープ5。今回は松岡佳代子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、はい、松岡さん、簡単なプロフィールを皆さんにお願いします。私は主婦をしております、はい、今はコロナ禍で外食ができないので家で世界中の料理をできる範囲で作ってます。お、例えばアルプスの郷土料理のチーズフォンデュ、イタリアに行ってラクレットやラザニア、冬はオッソブーコも作りました。おいしそう。オッソブーコって何ですか？牛のすね肉の煮込みです。そんなね、松岡さんのお料理ブックがここにあるんですよ。これはイタリア料理ですね。はい、これはフランス料理です。食材を買って作ってます。なんか聞くところによると旅もお好きということなんですが。主人とイタリア、フランス、トルコ、エジプト、遠いところでペルーも行ってきました。どこが一番こうおすすめとかありますか？全部それぞれ良かったんですが、ただちょっと不思議な感覚は、トルコのボスポラス海峡だと右がアジアで左がヨーロッパなんですよね。なんかもうそこに立った時は、地球の偉大さとか広大さとか、アジアに住んでる日本では感じられないちょっと感覚になりましたね。旅に行くと小さいお土産を買ってきます。イタリアではダビデ像、北のシャトーですね。中国では万里の長城、イタリアのベネチアングラス、すごい素敵です。キラキラしてる、大好きです。あとはエッフェル塔、パリですね。あとエジプトのピラミッドです。クリスタルでちょっとおしゃれだと思いました。素敵。世界遺産検定を受けたきっかけを教えてください。はい、世界遺産検定という言葉は知っていました。海外旅行に行くとき、やはりガイドブックでいろいろ調べますよね。はい、やっぱり場所とか行き方とか、その観光するものの由来とか歴史で、そこの食べ物、あとお土産、そういうものをいろいろ調べてる間に、世界遺産、世界遺産検定、私が観光に行くところがつながったんです。なるほど。それで世界遺産検定を3級、2級と受けていきました。去年の暮れやっと1級を習得することができました。おめでとうございます。本当に嬉しかったです。でも世界遺産って習得したらニュースとか見ると違うんですよね。その世界遺産そのもののいいところも悪いところも踏まえて、まあ自分一人の力では何もできなくても、やはり深く考えることは必要だと思っております。その通りです。ありがとうございます。世界遺産検定を受けてよかったなって思うことを教えてください。世界遺産アカデミーの期間開放誌に私のコラムが載ることになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。すごいことです。皆さん、アカデミーの開放誌知ってますかね？アカデミーのホームページからアカデミー会員になれますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。5月15日発行のデジタル版で、はいはい、メンバーズファイルにナスカの地上絵について書かせてもらいました。ナスカ行ったんですか？はい、主人と去年行ってきました。いいな、めっちゃ気になります。読みましょう、みんな。お願いします。My favorite イタリア共和国の文化遺産、ベネチアとその方です。夢や希望、過去や未来を考えるきっかけをくれるものです。普遍的な美をそこに感じるからです。第一にサンマルコ大聖堂の美しさ、はい、次にアカデミアン橋から見たサンタマリア・デラ・サルーテ教会の風景です。確かに綺麗です、はい、どちらも陶酔するほどの素晴らしさです、うん、
そうですね、うん、あとベネチアは、はい、たくさんの映画の舞台にもなってます、はい、あ、はい、少し前では、はい、インディ・ジョーンズ最後の聖戦、おお、ありましたね、愛とサスペンスのツーリスト、はい、あとトム・ハンクスのインフェルノなどです、うん、あ、謎めいてました。世界中の人々がベネチアを見てます、はい、日本の画家三岸節子、小木須貴則もベネチアの至る所を描いてます。はい、あ、そうやってね、芸術作品のモチーフにもなってるってことですね。はい、3月3日のニュースでしたっけ、水がなくなっちゃってゴンドラどころじゃないっていう騒ぎになってるかと思います。でね、ベネチアはこのコロナ前も地盤沈下の問題とか、ね、幾度となく訪れるこう浸水の問題とか、とオーバーツーリズムの問題とかね、結構いろんな問題をはらんでいる場所でもあります。でそういった問題もこう世界遺産を勉強していると見えてきたりとかしますね。